広報岐阜2023年7月1日号7月に入り夏本番となってきました皆様お元気でいらっしゃいますかでは内容をご紹介しましょう感動のナイトビューに出会う岐阜城パノラマ夜景案内岐阜メディアコスモス 開館8周年記念イベント8月11日金曜日祝日岐阜長良川花火大会などのご案内お知らせ障害のある人が受けられる手当7月から水道料金下水料金が aupay で納付できるようになりました その他、以上です。感動のナイトビューに出会う、岐阜城パノラマ夜景。期間、7月15日土曜日から8月31日木曜日の毎日、9月2日土曜日から11月26日日曜日の土曜日曜祝日。なお時間は、 7月8月は午後8時30分まで、9月から11月は午後8時まで。場所、岐阜城。今年の夏は岐阜城からの夜景を楽しみませんか期間限定で岐阜城天守閣及び岐阜金火山ロープウェイを夜間営業します。 天守閣からは360度のパノラマ夜景をご覧いただけます。また、日没時のいわゆるマジックアワーも必見です。ぜひ、きらめく夜景をご堪能ください。岐阜城やロープウェイの料金など詳細は市ホームページ、ページ番号1005308をご覧ください。 岐阜城パノラマ夜景プロモーションムービーを公開ドローンを用いて撮影した空からの岐阜城や岐阜市の夜景などを岐阜市公式 YouTube チャンネルで7月中旬頃から公開します問い合わせ先観光コンベンション課電話番号265-3984 岐阜城、電話番号263-4853案内岐阜メディアコスモス開館8周年記念イベント期間7月15日土曜日から17日月曜日祝日場所つかさ町40-5 ギフメディアコスモス。7月15日土曜日、16日日曜日。メディコス夏マルケ、マルシェ。時間、午前10時から午後3時。内容、冷たい飲食物や雑貨の販売、音楽演奏会など。アートワークショップ、 みんなの森の住人たち2023時間午前10時から午後3時内容段ボールなどの紙を使って生き物のオブジェを制作7月16日日曜日トークイベント街の未来子供の未来時間 午後1時から3時。なお、7月15日土曜日から17日月曜日祝日を通して、他にも様々なイベントあり、詳細は市ホームページ、ページ番号1021361に掲載。問い合わせ先。岐阜メディアコスモス事業家。 電話番号265-41018月11日金曜日祝日岐阜長良川花火大会雨天決行好天河川増水時は8月19日土曜日に延期応援席チケットを好評販売中です 残り自由席のみとなりました。お早めにお買い求めください。指定席は完売。6月21日時点の情報、最新情報は公式ホームページなどに掲載。販売期間、8月11日金曜日祝日午後7時まで。完売次第終了。 購入方法。1、Web、チケットピア。2、コンビニ店頭。セブンイレブンのマルチコピー機トップメニューから、チケット、チケットピア、P コードで探すの順に選択し、P コード650-170を入力。 中日新聞及び岐阜新聞の販売店でも応援席チケットを販売中詳細は各販売店へお問い合わせください問い合わせ先チケットについてチケットピア名古屋内電話番号0570-06-5566 8月11日金曜日祝日までの午前11時から午後4時。その他について。ハローダイヤル050-5542-8600。8月12日土曜日までの午前9時から午後8時。第36回。 ながら川滝技能。かがり火が照らす能、狂言の世界に触れる夜。観覧無料。日時。9月2日土曜日。午後6時開園。場所。岐阜グランドホテル前河原。ながら川河川敷特設舞台。 なお、雨天増水時は、三重寺町2-6市民会館で開催。定員、千人、その他当日観覧エリアあり。申し込み、8月21日月曜日、筆着までに、市ホームページ、ページ番号1018519の 申し込みフォーム、または代表者の住所、氏名、振り仮名、電話番号、観覧人数、二人までを往復はがきで、文化芸術家、滝技能係へ。なお、長良川滝技能応援寄付金、協賛金にて、2000円以上ご支援いただいた人には、舞台前の優待席、 2席までを用意。詳細は市ホームページに掲載。長良川滝技能子供演奏者小鼓を募集。参加無料。稽古日時。8月18日金曜日、23日水曜日、午前10時から正午。 30日水曜日午後6時から7時30分全3回本番の出演時間は9月2日土曜日午後6時から6時30分場所小金町5-7-2文化センター対象者定員 小学3年生から中学生15人申し込み7月26日水曜日消し印有効までに市ホームページページ番号1010929の申し込みフォームまたは住所、氏名、ふりがな 学校名、学年、電話番号、保護者のメールアドレスを往復はがきで、文化芸術家出演者係へ。長良川滝技能、超賃ワークショップ、超賃制作。参加無料。日時、8月11日、金曜日、祝日。 午前10時から午後3時30分のうち1時間。場所。つかさ町40-5。岐阜メディアコスモスドキドキテラス。定員50人。申し込み。7月26日水曜日筆着までに市ホームページ、ページ番号、 1016325の申し込みフォーム、または代表者の住所、氏名、電話番号、参加人数、二人までを往復はがきで、文化芸術家、町賃係へ。制作した町賃は、長良川滝技能本番までお預かりし、会場装飾として展示。 終演後の会場で、ちょうちんを返却。共通。申し込み者多数の場合は、抽選。申し込み、問い合わせ先。郵便番号500-8701。つかさ町40-1。文化芸術家。電話番号 214-4973広報岐阜7月1日号は6月21日時点の情報で作成しています。掲載記事の内容が変更となる場合がありますので、最新情報は市ホームページをご覧ください。親子で楽しもう、学ぼう。 子育て学びフィールド参加無料日時8月26日土曜日午前10時から午後4時場所つかさ町40-5岐阜メディアコスモス1 0歳から親子で気候コンサート 時間、午前10時から10時20分。11時から11時20分。会場、みんなのホール。対象者、定員。0歳児から小学生と保護者。各100人。当日、先着順。2 親子でワクワク触れ合い遊び。時間。丸1。午前10時から10時30分。丸2。午前11時から11時30分。会場。考えるスタジオ。対象者。定員。丸1。0歳児。 1>, 1歳児と保護者。丸2 2歳児、3歳児と保護者。各20組。当日先着順。整理券配布。3、不思議、驚き。親子で楽しむサイエンス。時間。午後0時45分から。 1>, 1時15分、会場、考えるスタジオ。対象者、定員。4歳児から小学生と保護者、20組。当日、先着順、整理券配布。4、幼児教育セミナー。 小2回の僕が伝えたい最高の子育ての著者、高橋高雄氏が語る、子供を育む遺伝の力、環境の力、大人の力。時間、午後2時30分から4時、会場、みんなのホール、対象者、定員、保護者など、 200人。オンラインでの参加もか。定員500人。申し込み。7月1日土曜日から25日火曜日に、市ホームページ、ページ番号1003679の申し込みフォームから申し込む。会場での参加の場合、 参加希望者全員の氏名5人まで、電話番号、メールアドレスお持ちの人を往復はがき筆着で、郵便番号500-8701、つかさ町40-1、幼児教育課へ申し込みも可。申し込み者多数の場合は抽選、 なお、会場での参加の場合、託児あり。満2ヶ月から未就学児対象。申し込み時にお子さんの氏名、振り仮名、性別、生年月日を明記。定員40人。申し込み者多数の場合は抽選。共通、問い合わせ先。 幼児教育課、電話番号214-7124。なお、子供との関わり方を親子で遊びながら楽しく学べるワクワク親子セミナーも開催しています。詳細は市ホームページに掲載。切って楽しい、面白い。 ウッドゴー。岐阜の木をテーマに子供も大人も遊びながら木に触れ合い、学び、楽しめるイベントです。会場にはウッドチップが敷かれた森が出現するほか、ヒノキの削り花ブーケなど様々な木工体験ができます。日時7月28日金曜日から 30日、日曜日、午前10時から午後5時。場所、鉄名通り2-18、柳瀬グラッスル35、1階、G テラス。日の出町2-25、岐阜高島屋10階。事前申し込みが必要な催しあり。詳細は、 ウッドゴーホームページに掲載問い合わせ先岐阜商工会議所内ウッドゴー実行委員会事務局電話番号264-2131岐阜市障害学習センターハートフルレクチャー 正宗や家康も鑑賞した花火の歴史をたどる。日時8月1日火曜日午後2時から3時30分場所橋本町1-10-23ハートフルスクエア G 定員80人受講料300円 申し込み、問い合わせ先。7月18日火曜日、筆着までに、口座名、郵便番号、住所、氏名、年代、電話番号を、往復はがき、E メール、一人一通、または、返信用はがきを持参して、直接、郵便番号500の 8521橋本町1-10-23障害学習センター電話番号268-1050メールアドレス hsg アンダーバー lecture アットマーク ccn ドット aitai.ne.jp へ申し込み者多数の場合は抽選詳細は障害学習センターホームページに掲載お知らせまずはじめに障害のある人が受けられる手当重度の障害のある人が対象 特別障害者手当。身体、知的、精神に、著しく重度の障害があり、日常生活で、常時特別な介護を必要とする、20歳以上の在宅の人に支給。原則、日常的に、寝たきり状態など、特に重度の人が対象。病院などに、 3ヶ月以上引き続き入院している人や施設に入所している人は対象外障害児福祉手当身体知的精神に重度の障害があり日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の人に支給 障害のある人の養育者が対象特別児童扶養手当身体、知的、精神に中度以上の障害がある20歳未満の人を家庭で看護、養育している人に支給いずれの手当も各種手帳を所持していなくても申請できますが認定基準や 所得制限などがあります詳細は市ホームページページ番号1010234をご覧いただくかお問い合わせください問い合わせ先障害福祉課電話214-2135番ックス2 6 5 7 6 1 3番です 次は7月から水道料金、下水料金が aupay で納付できるようになりました。今まで利用できたスマホ決済アプリに加え7月から aupay でも納付できます。詳細は市ホームページページ番号1021366に掲載。 問い合わせ先、上下水道事業部営業課、電話259-7516番です。次は、下水道事業受益者負担金の納付を。下水道事業受益者負担金は、公共下水道が整備された区域内の 土地所有者や権利者が下水道整備費の一部を土地の面積に応じて一度限り納付するものです。納付方法は5年分割、年4回、第1期から4期納付、前期一括納付、1年一括納付があります。 納入通知書を7月上旬にお届けしますので、いずれかの方法で各納期限までに納めてください。問い合わせ先、上下水道事業部営業課、電話259-7520番です。次は、市税国民健康保険料、平日夜間、 休日納付相談窓口を開設。平日夜間、7月6日、13日、20日、27日の各木曜日、午後5時30分から8時、休日、7月2日、9日、16日、23日、30日の 各日曜日午前10時から午後3時持ち物納税通知書または保険料納入通知書本人確認できるもの運転免許証マイナンバーカードなど場所問い合わせ先納税課視聴者3階電話214の 番です次は「成年後見制度に関する相談会」「行政書士」「日時7月18日火曜日午後1時30分から3時」「1件あたり20分以内」「場所」「高齢福祉課相談室」 視聴者1回相談内容相続遺言などの手続き関係相談料無料申し込み問い合わせ先7月3日月曜日から14日金曜日の会長日時に電話で青年貢献センター電話269の 5501番へ申し込み者多数の場合は希望に添えない場合あり次は不動産無料相談会日時7月13日木曜日午後1時から4時受付は午後3時まで場所西部コミュニティセンター 下迂回1-105相談料無料事前申し込み不要問い合わせ先公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会岐阜北支部電話295-1982番です次は 青少年の飛行・被害防止を7月は青少年の飛行・被害防止全国協調月間学校が夏休みに入る7月を協調月間として飛行・被害防止活動を展開しています夏休みは 学校以外での様々な体験ができる機会となる一方で、子供たちの気も緩みがちになり、生活習慣の乱れなどから飛行の兆しが出やすい時期です。また、スマートフォンや SNS、ソーシャルネットワーキングサービスなどをはじめとするインターネットの利用は加速度的に拡大。 多様化しておりそのことによる犯罪も増加傾向です青少年が加害者や被害者にならないように青少年を見守っていきましょう問い合わせ先社会青少年教育課電話214-2264番です次は薬物はダメ 絶対覚醒剤の所持などは10年以下の懲役で大麻や麻薬も同じように処罰されます薬物はあなただけでなく家族などにも被害を及ぼしかねません闇バイトに応募して安易に荷物を運んだり受け取る約束をしたりすることは絶対にやめましょう 問い合わせ先岐阜県警察本部組織犯罪対策課電話271-2424番です次は架空料金請求詐欺の被害が多発しています県内では令和4年の偽電話詐欺が245件 4億6,910万円の被害が発生し6年ぶりに4億円を超える危機的な状況となりました中でも被害が多いのは架空料金請求詐欺です自分は騙されないと思っていた人でも被害に遭われています身に覚えのない請求は詐欺を疑い まずは家族や警察に相談してください問い合わせ先岐阜北警察署生活安全課電話233-0110番です次はサマージャンボ宝くじサマージャンボミニ同時発売発売期間 7月4日火曜日から8月4日金曜日。抽選日。8月18日金曜日。賞金。サマージャンボ宝くじは1等5億円24本。前後賞各1億円48本。発売総額720億円。 24ユニットの場合。サマージャンボミニは1等2000万円28本。前後賞各500万円56本。発売総額210億円7ユニットの場合。問い合わせ先。公益財団法人。岐阜県市町村振興協会。電話。 番です次はマイナンバーカード申請などを休日窓口で受付休日窓口原則予約制日時7月2日日曜日22日土曜日29日土曜日の 午前9時15分から午後3時30分場所市民課市庁舎1階及び各事務所市内7カ所詳細は市ホームページページ番号1016726に掲載マイナポイント申し込み支援窓口事前予約か、 日時、平日の午前8時30分から午後5時30分、場所、視聴者2階、多目的スペース、市ホームページ、ページ番号1019858の申し込みフォーム、または開設日時に、電話080-4092の で申し込む問い合わせ先市民課電話214-7553番です「次は空き家を売却しませんか?」「岐阜市版空き家バンクでは売買に問題のない空き家をインターネット上で情報提供しています」 空き家バンクに登録するには不動産業者に売却を依頼していないことや土地建物を一括して売却することなどの要件があります空き家をお持ちで興味のある人はお問い合わせください詳細は市ホームページページ番号1015959に掲載 問い合わせ先空き家対策課電話214-2258番です次は後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ保険料額決定通知書をお送りします今年度の保険料額が決定しました保険料は 被保険者全員が等しく負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計です。今年度の保険料は令和4年中の所得をもとに個人単位で計算されます。5月末までに被保険者になられた人へ7月14日金曜日に 保険料額決定通知書を発送する予定です。保険料額や納付方法を記載していますのでご確認ください。今年度の保険料額の決定方法、今年度の保険料、限度額、年額、66万円、100円未満は切り捨ては、 均等割額、被保険者1人当たり46,023円、足す所得割額、被保険者の所得かける所得割率8.90%。所得は、総所得金額等を引く基礎控除額43万円。詳細は、 保険料額決定通知書に同封する後期高齢者医療制度のお知らせをご覧ください。失業や災害などで保険料の支払いが困難な場合はお早めにご相談ください。保険料の支払いを年金による納付、特別徴収から口座振り替えに変更できます。 詳細はお問い合わせください確定申告期限後に申告された人は申告された所得情報が医療費の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性がありますこの場合7月には申告前の情報などに基づく保険証や 保険料額決定通知書を送付し後日申告内容を踏まえた判定を行い変更があった場合は保険証や保険料額変更通知書をお送りしますまた納付方法が切り替わる場合があります8月から被保険者証が変わります 現在お持ちの保険証、薄い青色の有効期限は7月31日月曜日です。8月1日火曜日からは7月中にお送りする新しい保険証、薄い赤色をご使用ください。問い合わせ先、福祉医療課、電話214の 2128番です。次は国民健康保険非保険者証兼高齢受給者証をお送りします。8月1日火曜日から使用できる保険証赤色を7月10日月曜日に 対象となる世帯主宛に発送する予定です。6月中旬以降に世帯状況に変更があった世帯は7月18日火曜日に発送予定。古い保険証、緑色は破棄してください。保険証の有効期限は来年7月31日水曜日までです。 ただし途中で70歳または75歳に到達する人は有効期限が異なるため期限内に70歳に到達する人には国保年金課から75歳に到達する人には福祉医療課から新しい保険証を郵送します。 なお、特別な事情がなく保険料を一定期間滞納している世帯の人には資格証明書をお送りします。70歳から74歳の人は窓口負担割合が保険証兼高齢受給者証に記載されています。窓口負担割合は令和4年中の 住民税課税所得、収入金額から必要経費や所得控除などを差し引いた金額や収入により2割負担または3割負担となります。70歳から74歳の国民健康保険、被保険者全員が令和4年中の住民税課税所得、 145万円未満の世帯は2割負担70歳から74歳の国民健康保険・被保険者で令和4年中の住民税課税所得145万円以上の人が1人でもいる世帯は3割負担問い合わせ先国保年金化 電話214-4315番です。次は、介護保険負担限度額認定証の更新を。市民税非課税世帯で一定の条件を満たす人は、介護保険施設やショートステイを利用する際の食費や部屋代の 本人負担分の軽減を受けることができます現在お持ちの認定証は有効期限が7月31日月曜日で更新申請が必要です更新されないと負担軽減を受けることができないためご注意ください詳細は市ホームページページ番号 に掲載問い合わせ先介護保険課電話214-2092番です次は岐阜市の注目すべき生き物たち岐阜市版レッドデータブックブルーデータブック2023を作成 生物多様性の保全を目的として市内の絶滅が危惧される生物をレッドリストに人為的影響で侵入した生物をブルーリストに選定した岐阜市版レッドデータブックブルーデータブック2023を作成しました。市内の 5,809種の動植物のうち420種をレッドリストに276種をブルーリストに選定しています。今後これらの基礎データを活用して生物多様性の保全を図っていきます。詳細は市ホームページページ番号1019540に掲載。 子供たちにも自然と生き物に興味を持ってもらえるよう内容をわかりやすく掲載した概要版もあります。絶滅の危険性が高まっている生き物たち、ハルリン水ウ、ニホンイシ日本ニホ日本赤ガエル、 生物多様性シンポジウムレッドリストブルーリストの生き物たち爬虫類両生類を開催日時7月22日土曜日午後2時から4時受講無料場所岐阜メディアコスモス考えるスタジオ つかさまち40-5定員80人申し込み問い合わせ先7月8日土曜日から市ホームページページ番号1021614の申し込みホームまたは会長日時に電話で環境保全課へ先着順 問い合わせ先環境保全課電話214-2151番です次はヒルトクキップでバスの利用がお得にヒルトクキップスマホでもスクラッチ式乗車券でも 発売額1枚500円大人子供区別なし岐阜バスの路線一部対象外ありが平日昼間乗り放題になる乗車券昼得切符を販売中ですぜひご利用ください利用時間平日の午前10時から午後4時 バス停到着予定時間販売額500円大人子供障害者の区別なしスクラッチ式乗車券利用日を削って使用するチケット販売箇所岐阜バスターミナル JR 岐阜駅案内所岐阜バス各営業所市庁舎1階売店 その他商業施設など、モバイルチケット、専用のスマートフォンアプリでいつでもどこでも購入か、他にもホリデーパス、土日祝日に1000円で1日乗り放題や220エリアパス、市内の220円均一区間が 600円で1日乗り放題といったお得な乗車券があります。詳細は岐阜バスホームページに掲載。問い合わせ先、交通政策課、電話214-2016番、岐阜バス266-8822番です。次は、 新型コロナワクチンの接種案内対象者初回接種1回目2回目接種が完了し前回接種から3ヶ月以上経過している次のいずれかに該当する人165歳以上の人25歳から64歳で基礎疾患を有する人など 3. 医療従事者など、接種場所、医療機関、予約状況により、公共施設、12歳以上の人対象でも実施する場合あり、詳細は市ホームページ、ページ番号1004102に掲載、問い合わせ先、 ワクチンコールセンター電話252-0580毎日午前8時45分から午後5時30分ックス252-0639番です次は食中毒にご注意を次の三原則を守り 食中毒を防ぎましょう食中毒予防の3原則1菌をつけないトイレの後調理の前には必ず手を洗う調理器具を使った後はよく洗浄消毒する2菌を増やさない食材やすぐに食べない食品は 冷蔵庫などで保存する3菌をやっつける生で食べる野菜は流水でよく洗う塩素消毒をすると安心肉などを加熱調理する時は中心部までよく加熱する問い合わせ先保健所食品衛生課電話252-7194番です 次は「熱中症予防強化キャンペーン実施中」国は4月から9月を熱中症予防強化キャンペーン期間として熱中症予防の取り組みを進めています特に梅雨が明ける7月頃は体が暑さに慣れていないため熱中症になる人が急増します 暑さを避け、こまめに水分補給をしてください。特に高齢者や乳幼児は注意しましょう。熱中症の主な症状。手足のしびれ、めまい、立ちくらみ、吐き気、頭痛。重症になると、呼びかけに対し返事がおかしい、痙攣など。予防方法。 こまめな水分補給。暑い日は無理に外出をしない。エアコンを使用。急に暑くなる日や暑い時間帯に注意する。など。熱中症が疑われるときは、涼しい場所へ避難。衣服を緩め、体から熱を逃がす。体を冷やす。 太い血管のある首、脇の下、太ももの付け根など、重症の場合は救急車を呼びましょう。詳細は市ホームページ、ページ番号1004358に掲載、問い合わせ先、保健所健康増進課、電話252の 7193番、中保健センター2 1 4 6 6 3 0番南保健センター2 7 1 8 0 1 0番北保健センター2 3 2 7 6 8 1番です岐阜市の電話番号は2 6 5 4 1 4 1 ホームページアドレスは https://www.city.gifu.lg.jp email ーーアドレスは soudan.city.gifu.lg.jp m a u c o m gifu.jp です。以上で広報岐阜2023年7月1日号を終わります。